ラクス、私とキラは幼馴染だったのです。に対するみんなの反応をまとめてみた。運命は信じませんが、やはりこういうものは嬉しいものですわね。これ後ろにいるのヤマト夫妻とキラとかがりだよね。ラクス母の隣はシーゲルか。お前やっぱキラのこととかアコードのこととかいろいろ知ってたな。全部知っててもなおラクスが普通に育つくらいに愛情を持って育ててたのが証明されたじゃんよ。これでさ、馴染んではいないです総裁。かける幼馴染赤子の頃同じ場所で生まれた双子とすれ違っていた。それはもう幼馴染ですわね。左で見切れてるのはオルフェとアウラの腕なのかな。どういう状況なのかめちゃくちゃ気になるな。これアウラとオルフェとイングリッドとシュラっぽいネタだ。今のラクスとオルフェが手を取り合ってるっていうイメージ画像も混じってるから全部が全部正確な過去ではないかも。イングリッドとシュラを抱っこしてる人って誰だろ。研究者仲間か、出資者のハイバルかの人か。絶対違うけどパッと見ラメントに見えるな。というか考察で挙げてた人がいると思うけど、アコードが使ってる人工子宮スパコの研究過程のものよ。完成品はキラにしか使われてないし、幽連がアコード指定したのにその幽連のスパコと娘のカガリが成果出してるのが気に食わないから失敗作って言ってるっぽい。というかこのあたりの反応から子供自身の制作物という価値観がアウラにはありそうだな。じゃなきゃカガリにも像を抱かないと思うし、あくまで小説版設定ではあるけど、小説は小説版だから映画とどこまで違うかわかんないし、アウラの設定とかを見るとグルコスのメンデル襲撃前から小さくなってるから根本的に違うことになるし、キラとカガリ抱えてるのヤマト夫妻だからグルコステロ跡だぞ。あの場面正式に引き取る手続きをしにメンデルに来たんだと思われる。そのテロで薬品浴びてだんだんと小さくなる恐怖で精神が歪んだっていうのが小説版だから、テロの直後に小さいのはおかしくない。それにグルコス最大の標的のキラを直後のメンデルに連れてこないからテロ直前火災中だと思うぞ。メンデル自体は68年のバイオハザードで廃棄されたのであって、55年の研究所テロでは滅んでないぞ。ほとぼり冷めてから正式に引き取りの手続きに来たと考えればおかしくない。ヤマト夫婦はグルコスの襲撃を受ける前からメンデルに行ったことがあるとかじゃないの。妹が出産したんだから顔や産後の面倒を見に行ったりしてもおかしくないと思うけど、オルフェとも幼馴染になってしまいますが、ドーロット生まれだからそんなレベルじゃないんで、もうそこはしゃあないで行こう。父と母がアウラ女帝と縁を切ったので彼とは濃姦ですわ。キラたちとは別にそうとは言われてないのですわ。推定セーフですわ。っていうかお母様と総裁そっくりだな。こう見るとラクスママの髪色めっちゃピンク濃いな。シーゲルの金髪分でだいぶ薄まってんだな総裁の髪色派。この総裁かがりさんも幼馴染ですわね。つまり人気投票のイラストは幼馴染3ショットですわとか言いそう WW。 しかしこうして見るとここにある男がいないせいで、あの男本当にメンデルに関係ない野生の最強コーディナンダな感がすごい。これから専属編が作られたとしてもアスランとシンにはメンデル無関係でいてほしい。なんでもメンデルに押し付けすぎ。シンはともかくアスランは母親が植物関係の研究してるからメンデル関係者でも違和感ないんよな。なんでもメンデル関係にして特別な存在にするとしらけないか。アスランもシンも調整してない。ただ死に世代目なので親の優秀な遺伝子は継承されている存在が、最高の調整をしたキラと渡り合えて時には凌駕するからいいのであって、そこにこの二人も特別な存在でした。ってのはちょっとなぁ。ただの関係者で単に情報持ってますくらいならいいけど。アナハイムを見てみなはれ。一度そういう便利ポジションが生えたら、もうあとはすられ続けるだけなんや。同じタイミングでメンデルにいるからクライン夫婦とヤマト夫婦って面識ある可能性あるよね。この写真だけだとすれ違っただけかもしれんけど、ヤマト夫妻は歌姫じゃなくてラクスを知ってたとか。ヤマト夫妻って何をやってた人たちなのか、いろいろと謎なところあるからなぁ。詳細が明らかになるほど、作中世界でも屈指の良心というか守りたい世界があるんだ。と言わせしめた人格形成の根幹は、この良心だったと思えるのが。というか親同士、大抵友達は知り合いだから。それか知り合いの知り合い。ヤマト夫妻、ザラ夫妻、カリダさんとノレアさんは親友。パトリックもアスランの面倒をしぶしぶかもしれないが見てもらっているからヤマト夫妻の存在は認知している。ザラ夫妻、クライン夫妻、子供同士が婚約、独立闘争期からの盟友あんなに一緒だったのに。ヤマト夫妻、アスハ夫妻、娘名を養子に出せるほどには付き合いが深い。作中でも国家元首と一般国民というより親と親としてしっかりお話できている。カガリ母、ウズミ妻は本編に出ていないから、カガリ幼少期に死亡したのか。アウラ、響き博士知り合い。二人ともデュランダルと知り合い。アウラとクライン夫人は盟友とアウラは思っている。アスハ家と関わりがあったのはヤマト夫妻じゃなく響き夫妻。響き夫妻どちらもウズミの知人だと公開前に出た本にあった。キラの出生の秘密も知りながら甥っ子ではなくただの息子として育ていたから、運命児もラクス、クラインという名に歌姫じゃなくてメンデルのって気づいてそうだけど、本人がそれ知らなさそうだったから聞かずにただのラクスとして一緒に暮らしてた可能性あるのか。逆にシーゲルさんもイージスの自爆で怪我を負ってたキラに会った時メンデルのあのってしてた可能性も。悟空とブロリーが幼馴染みたいな理論に思える。
なんか色々あったけど、同じ日、同じ産婦人科で生まれたから私たち運命の相手だね、みたいなエロ漫画見た気がするな。それはもうデビルチルドレンとかそういう運命なんよ。同じ病院で生まれただけって運命の合事じゃん。ラクスがメンデルから連れ出された時期は生まれてすぐくらいかと思ってたけど、カリダさんたちとニアミスしてるビジョンを見るにキラたちが生まれた後に起きたブルコス襲撃事件の、どさくさに紛れてカリダさんたちと一緒に逃げたとか。幼馴染はこうやるんだー。その席をよこせですの、キラの幼馴染は私のものになるはずだったのです。それを奪った貴様が。嫁って立場に落ち着いたんだから我慢しなさい。アスランの大切なものを奪う権利はないでしょ。これはオルフェとドーロットな総裁。コーディネーターって母親に似せたい欲でもある。父親にのキャラいなくない。容姿は母親譲りでも、性格や表情は父親そっくり。整ったイケメンって中性的なことが多いから自然と母親似になることは多そうな気はする。たまたま病院の保育器が隣だった程度の関係って一般的には他人って言うんですよ。ビアンカどころかフローラより薄い関係ですよ姫。メンデル襲撃されなければそういうこともあったのかもしれない。ラクスのが3ヶ月ほど早いから保育器隣ですらないな。医療生態専門のディアッカ父が無関係なのが謎なメンデル。キラが唯一のスパコなのが孤独感あって物語性あったのにアコード生やされて失敗作って言われてもなって思ってた。まあ、キラはアコードのこと全然気にしてないみたいだし映画のための後付け設定なんだろう。そこら辺は議長との問答で一人の人間って答え出してるからまあ。言うて印象としてはアコードとスパコってそもそも設計思想が違うみたいだし、複数人いるアコードと比較するとやっぱスパコはオンリーワンって点は印象変わらない。アコード作るためにキラほどの施策による犠牲があったとも今のところ明言されてないし、同日にラクスとオルフェ、そう年月明けずにイングリッド、シュラが生まれてそうなあたりスパコよりは再現性高そう。アコードって多分得意分野特化型だから、キラ版スパコの全能力値素質をマックスで調整せず、欲しい数値以外下げれば生まれやすくなるのかなっては思った。本編には言及はないけどアコードにも失敗作がいた可能性があるんだよな。だからキラに対してオルフェたちが失敗作って下げすんでいるのは他の兄弟は失敗作だったから廃棄されたのにお前も失敗作なのになぜノーノーと生きているんだって思っているのかも。スパコはそもそも優秀さではなく設計が完璧に反映されてるかどうかが問題だからな。逆にスパコ的な完成度視点で見るならアコードはみんな失敗作ってなる可能性高そう。あとはまあロットって言い方的にいっぱい生産したけどものになったのはこれだけでしたな可能性も。今でも唯一のスパコだし。幽連と敵対していてスパコ最強の議長の死後に出てきたアウラ一派の主張なので正しいのかは怪しいんだよな。幼馴染は負けヒロインになりがちという説がありましてですね。幼馴染は負けヒロインですよ。なんですかビアンカもティファも負けヒロインだって言うんですか。実際フレイ生きてたら負けてたかもだし。それに関してはラクスに行くかフレイに行くか完全にはわからんから普通のことだ。その理屈が成り立つなら病院でたまたまベビーベッドが隣になっただけで幼馴染になっちゃうんですが。研究所が違うから同じ病院でもない同じ市で生まれましたくらいの距離感では。その理屈が通るなら俺だって平井県の幼馴染なんすわ、総裁。どんどん増えていくキラカガの赤子時代右下の絵はラクスとオルフェが同じロットで生まれたところかな。そもそも幼馴染という無理くりな設定生やさなくてもあなたはキラと結ばれているんだからいいじゃないですか総裁。そういえば本編でラクスのプラント時代の幼馴染というか友達っていなかったようなこんな期限でも幼馴染だと喜ぶ総裁はかわいそかわいいとも思える。実質プラントのお姫様だからな気楽に接してくる鏡に懐くのもわかる。ルナたちとの女子会もウキウキだったし。ラクスがアスランに友人も戦争にみたいな会話してるシーンはあるので友人はいたんじゃないかクライン派が追われるようになった時点でインは切れてるだろうけど。というかラクスの幼馴染ってアスランじゃない。幼馴染の定義を何歳にするかによるけど大体は幼少時が多い。アスランとラクスがあったのってアスランが月からプラントに行ってから13歳頃だからな。仮にラクスがアスランを幼馴染と思っていてもアスランの方は思ってなさそう。体も悪気もなく幼馴染って、年くらいの友達のことじゃないか、とか言いそう。好きになった人が幼馴染だった。乙女心を刺激しますわ。シーゲルがジップならラクスの第一世代設定後付けが矛盾しない。アコード技術のセルとコービ同士の子供も第一世代相当になるってこと？あれはコービ同士の受精卵を改造して作ったアコードの第一世代という意味でシーゲルと血が繋がってないなんて設定は存在しない。結局ラクスはアコード的に第一世代でコービ的に第二世代ってことでいいの。アコード自体がコービをさらに発展させた別種だよ。ラクス生み出すベースにクライン夫妻の受精卵を使ったという話。すると第2世代以降のコービも遺伝子調整して第1世代アコードにすれば出生率問題は改善するってこと？コービ第1世代×アコード第1世代両親第1世代コービで出生率に問題ないならそうなるよね。アコード技術とスパコの人工子宮技術組み合わせて調整できれば出生率問題解決できそう。
アコード公表したら種族対立最悪レベルに悪化するし、ラクスの人権なくなるから公表しないだろ。コンパス側そもそもコンパスすらアスランの推測止まりで証拠やデータは手に入れてない。どっちも散逸して再現不能になってる。小説によるとアウラも急にあの姿になったわけじゃなくて、だんだんと縮んでああなったみたいだし、映画の方の方はあのロリ姿になった理由は不明みたいだから、メンデル襲撃はされたけどメンデルはしばらく残ってたみたいだからな。まだロリ化する前に手続きのためにメンデルに来てたとかなんだろうな。しばらくどころかバイオハザード落ちるまでの13年間稼働してるぞメンデル。もしキララクスが赤子の時にヤマト夫妻とクライン夫妻が関わり合ったのなら、キラがラクス連れて帰ってきた時のヤマト夫妻の心境はいかに。オルフェとイングリッドが20歳でシュラ18歳だから、現実のシーンではないんだろうな。このシーンって確か現実ではなさそうなイメージ映像他にもあったし。でもそれだとなんでオルフェはキラカガをイメージに入れたんだ問題が。私は自分の手で過去を選びますわ。やはり奇跡は待つものじゃなくて起こすものですね。幼馴染みとは言わないが、奇妙な縁はあったな。悟空とブロリーぐらい強い運命のつながりを感じる。負けやすい属性扱いされてるのに過去の接点を強調して幼馴染みたいなものってことにしたい人は多い印象。だって話のネタにできるし、知り合いが有名人になった途端、同じ小学生だった、同じ中学校だったとかで話のレパートリーが増える人がいるのと同じこと。オロシア、ラクス様。よく考えたらキャラの方向性は兄上だな。風浪被害。存在しない記憶が溢れてきている。幼馴染みは負けヒロインが多い。つまりキラにとってのヒロインはカガリ。キラ×カが来てる。カガリはずっとキラにとってヒロイン姉だよ。クルーゼならば私もキラ君の幼馴染みということだな。なんなら同じ響き博士の手によるという意味でラクス城よりもキラ君に縁が深いと言える。割とマジで何かしらの運命次第じゃクルーゼとキラが人の夢、人の望み、人の合コンビ組んでてもおかしくなかったんだよな。そのキラハイペリオンに乗ってたりしない？割と真面目に響き博士は生みの親と言ってもいいしな。つまりキラ君と私はエボ兄弟といいのではないかな。キララーメン、おごってやるよ。誰かこの姫君を止めろ。いいんじゃない、今まで役割に振り回されてたんだし、少しは振り回しても。実は過去に近くにいたみたいな設定は大事なところで一回だけ使うのが効果的よな。連発されるとなんかこの世界狭くないってなってしまう。劇場版マクロス F もそうだったな。しかしその一回で勝敗がついてしまうことも多い劇薬である。作風によるかな、新しい方のシリーズの筋肉マンとかそのネタ絡めてくるんかって後付けしまくった上で整合性あるいい味の出るキャラ作れたりしてるし。この顔映画で見ててもちょっと変やなと思ったけど、円盤で修正されるかな。後ろ指でサイン送ってる時の顔、このシーンだけ信じられないくらいブスでデブみたいに見える。やっぱ気になってたの自分だけじゃなかったか、なんか妙に顔が角張ってるよな。あまり反応がなくて不安だったけど、やっぱり変ですよね。作画崩壊で笑かすのやめてもらっていいですか。プラスチック姉さんのやべえやつがする顔なんよ。サムネで絶対コラだと思って開いたらコラじゃなかった。